大城、バントス1位に浮上わらわら。アホやろ。5番打者ですよね。監督変わってくれ。9回ノーアウトから職人のようなバント、こんなことしてるから勝てないんだよ。うますぎだろ。アウト増やして回に回す仕事、変にうまいのが悪い。下手くそだったら A ホームラン、 A もサイン出してない。バントさせるから上手くなったのでは。好循環やな。悪循環や。打棒に期待してないなら5番に置くなよ。ゲッツーあるからバントやって感じなんかな。そもそも併殺機でバントさせるような打者を岡本さんの後ろに置くなってのよ。大城にバントさせて点が入ったの5回もないと思うんだが、なんで同じ失敗を繰り返すんだ。今9回で一番うまいだろ、笑えない。クリーンナップにバントさせることが原の生きがい。なんかもうバントうまい大城が悪い気がしてきたわ。下手くそになれ。原の集大成、大城にバントキング取らせる。なんでも1番はええことや。5番のバントは斬新すぎるよ。